その巨人が先月、リーグ優勝を決めた直後に、私、主力の2人を直撃しました。無視するんですよ。怒りすぎて無視するんです。期待感が違うんですよね。ホームラン王と打点王に輝いた不動の4番、24歳の岡本和真選手と、個人リーグ5連覇、31歳の丸佳浩選手、2人の意外な素顔が垣間見えました。丸さんにとって、岡本さんは、7歳年下なわけですけど、はい、どんな後輩ですか？いや、もう後輩とかそういうふうに考えてないです。もう偉大なお方なので、もう、よりもフィギュアというか、フィギュア人形にして、うちの神棚にこう祀っておきたいぐらいの僕は感覚なんですけど。ということですが、岡本さん。つまり扱い雑いっす。7歳の年の差がありながらとても仲のいい2人、そんな丸岡コンビにこんな質問をしてみました。お互いだけが知っている、素顔、秘密、穏やかな印象じゃないですか。そうです。試合になるとやっぱりこう打てなかった時とか、はい、そういう悔しい時ってすごいこう怒るんですよ。切り替えていけようとしたらピタッて止まって無視するなのに、はい、ちゃんと次からは、はい、はちゃんと言えるようにしたいな。そして今度は後輩の岡本選手に先輩の丸選手の褒めたいところを聞いてみると。あります。褒めてあげたいところ、褒めていただけるところあります。僕今丸さんが5番なので、めちゃくちゃ気楽に僕が三振しても丸さんが打ってくれると思うんで、期待感が違うそれ。お互いに信頼を寄せる2人が挑む頂上決戦、日本シリーズ。巨人は8年ぶりの日本一を狙います。過去4回日本一になるチャンスがあって、一度もそのチャンスを、生かすことができずに来てるので、一つのミスが結局取り返しのつかないことになってしまうことが多いので、そういった後悔がないようにしっかりと準備したいと思います。やっぱり去年初めて僕は優勝して、日本シリーズで4連敗したんで、なんかこう優勝したっていう感覚も忘れてしまうぐらいのこう悔しさがあったので、今年はそれを晴らせるように頑張りたいなと思います。